こんにちは。アイチャンネルのオナイです。今日はフリートーク、初めてのフリートークで撮影をしていきたいと思っています。本当は100本の動画撮影か100人の登録者様が達成できたらって思ってたんですけど、まあちょっとね、やり方もいろいろ変えていかないといけないなと思ったので、ちょっとここでまずは自己紹介をさせていただいて、で YouTube をしているのにあたってのは気持ちっていうのかな、なんかこれから YouTube しようかどうかって思ってる人も、今されてる方も同じ気持ちなのかな、まあちょっと共感してもらえたらなと思って、まあ、YouTube やっていく上での気持ちのことを、またまあ決意表明で進めていきたいと思います。まず一つ目の自己紹介ですね。と私の年齢なんですけど、私が30代っていうふうにお伝えしてたんですが、私は32歳です。今は iPhone の加工なしのカメラで撮影をしていてっていうことなので、結構これは素に近いと思うんですよね。なので年齢近い方とかね、なんかどう映ってるのかなって感じなんですけど、芸能人だと戸田恵梨香さんと一緒の年なのかな。はい。で、まあ、結婚してるのかどうかっていうところも、結婚しています。子供はいるのかっていうこともですね、子供はおります。はい。じゃあ何人いるのかなんですけど、それは100本の動画の時にお伝えができればと思っています。まあ、今もうね、少なくともロエベちゃん、この前家族になったロエベちゃんがいて、でジェシーがいて、であともう一人も、まあ、子供がいるっていうこと、もう一人は確定なので、もう3人は子供がいるんですけど、はい。まあ、ちょっとそれ以外のことはまた100本の時にお伝えできればなって思っています。ちょっとあれですね、電気の色が変わったはい。で、今回どうしてこのタイミングで公表させ、まあなんていうんだろう、自己紹介させてもらおうと思ったのかなんですけど、まあね、50本撮り終えて、まあ、模索してるんですけど、まあ、その中で、やっぱり自分のこう年齢とか、あとはそのバックボーンをお伝えした上で、まあ、その状況でこういうことしてるんだなって思ってもらうのと、まあ、何にも情報がなくてっていうのと、どっちがこう共感してもらいやすいのかなって思って、もともと公表した方がって思ってたんですけど、なんかタイミングとかもちょっとよくわからなくて、ここの50本超えて、まあ、100本手前にしたタイミングで、まずはちょっと簡単な自己紹介をできればって思って、ちょっと今回はこの何ですか、こういうこれを撮影をさせてもらうことにしたっていうことなんですよね。なんでよりね、やっぱ YouTube って自然体なその人の魅力とこう親近感っていうところでつながれる、なんかその人に興味が湧いて、あとは共感できてとか、そういうことがこうファンになるっていうことだなって、 YouTube 毎日いろいろな人の見させていただいてて思うので、私も今このね、お伝えさせていただいた、まあ、情報を、まあ、とあと今までのね、こういう話し方とか
紹介しているものとか紹介の仕方とか、そういうことで私に興味を持ってもらえて、一緒にこのいいよって紹介思っているものを本当にご紹介させていただいているので、まあ、そのこのスタイルもいいなって思ってもらえる方と今後もつながっていきたくて、今回自己紹介をしました。はい、なので、まあ、このね、こう子供もいるっていうことで、またね、何人いてとか、そのことのこうやり取りとかも、中リーサさんの動画拝見してて、ああいうようなね、あそこまではいけないと思うんですけど、まあ、私バージョンのその形で何か表現ができればなと思っていて、富永愛さんもお子様がいらっしゃるんですけど、全然お子様がいらっしゃるようにも見えなくて、そんなにお子様とのね、こうコミュニケーションをすごく語られている印象はないんですけど、ちょっと自分の中でもそこを整理しつつ、どんな形でこう表現をするのが自分らしさなのかなって思いつつ、それもあって最初にお伝えをしなかったっていうのもあるんですよね。こうどんなスタイルで自分はやっていこうかなってすごく迷っていて、まあ、ただあまりにもわからない情報がありすぎるとファンになりづらいっていうところは、ファンっていうと流れですね、なんか共感しづらいって言えばいいかな、っていうのはあると思ったんで、なんで、まあ、そこの部分はちょっとどんなスタイルかこれから考えるんですけど、はい、なのでまずはちょっとこんな人ですっていうこと、で、まあ、その次に、YouTube を、まあ、していくにあたっての心構え、ここ2番ですね、は、まあ、嫌われる勇気って本があるじゃないですか。私まだあれ読んだことないんですけど、なんかどんな内容なのかなってちょっと調べた程度なんですけど、私なりの嫌われる勇気はこの YouTube の活動を始めるときに、まあ、持ってスタートをしたんですね。なぜかっていうと、もともと SNS を個人的には一切やってないタイプの人で、発信をするっていうよりは吸収するために SNS は利用をしていて、自分の発信がちょっとあんまりですかね、もう控えるような人生を結構選択しているタイプだったんですけど、今回、まあ、お仕事として、まあ、この選択をさせてもらって、まあ、発信をしていく立場になって、8月でも1年なので今で半年ぐらいになるんですけど、なんでプライベートの方は全然ね、発信をしてないから、なんかまあその辺のメリハリじゃないけど、全ての人にこう好かれようって思うような生き方を昔はしていたんですけど、それってもう無理だなって思っていて、やっぱり個性があるからこそ、こう発信する人って個性を認めてもらって、まあその個性に惹かれていろんな人が興味持ってもらえるのかなって思うんですよね。みんなそれぞれ個性はあると思うんですけど、それをどれだけアピールできるのかっていうのが、その、まあ、メディアに出る方の、やるべきこと、個性をアピールしていくことだと思うんですけど、で、個性をアピールするっていうことは、やっぱりそれをいいって思う人がいれば、良くないって捉える人もいるのは、もちろんその個性を出すっていうことはそういうことだなって思うので、強い部分を出すわけだから、なのでもう全ての人に好かれるのはもう難しいなって思って始めています。なのでこうアンチの方とかも、これからコメントとかもあんまり、今私の YouTube はまだ無名すぎるのか、そういうものはないんですけど、これからそういうのが来てもなんか 無の気持ちでちゃんと捉えないといけないなってすごく思っているのが、 YouTube を始めるにあたっての大切な心構えだなと思っていて、そこがなんか
一緒になってきちゃうと、なのでこうエゴサーチとかはしないタイプなので、これは多分貫くと思うんですけど、特にこう自分がどう思われてるかより、どう自分が伝えていきたいかっていうことを大切に、軸はそこはぶれないで、これからそれにいいなって思ってくださる方が再生回数が多かったりとか、そこで登録者数が伸びたりとかを感じられたらいいなって思っているので、なんでなんかエゴサーチしてこうしょぼんとかそういうことは、まあみんな何ですかね、 YouTube をこれからされる方もまあしない方が多いと思うんですけど、私はそれは大切なことかなと思ってて、やっぱりね、悪口言われると、人間だから傷つくし、自分が気にしていることをきっと言われるだろうから、すごく傷つくと思うんですよね。でもそれをあえて自分から知りに行かなくても、どうしても見ちゃうコメントとかはありますし、コメント通知とかで、だからそれはしないことが YouTube をこう長く続けていけていくには大切かなって、今回のこの活動を始めるにあたって、まあ、決めてること、自分のエゴサーチはしないって。なんで自分がありたい自分を表現して、そこをいいなって思っていただける方がいたら、それをこう構築、一緒にこう想像していくっていうような形を取りたいと思っていて、こう上げていくタイミングとかも結構私バラバラで、インスタグラムとかも一気に上げたりしているんですけど、実はそれも、まあ、自分のこう上げれる波とかを無理やり上げなきゃっていう風に自分を追い詰めないで、自分が上げたい波でやっぱり上げていくっていうことが、この活動は大切かなと思うので、プライベートとこう、お仕事がかなりかぶさってくるなっていう印象はすごく多くて、でもこういうことが大切だっていう、よく経営学とかにも載ってるんですけど、だんだんプライベートと会社の領域がね、一緒になっていくのがお金を稼ぐことだみたいな、でも本当になんかだんだんね、そのインスタグラムとかもこう私生活と一緒になっていくことが多いから、タイミングね、無理やりはしないっていうのを大切にしています。なんで YouTube ですね、されようか迷ってる方とかがいたら、なんかやらなきゃ感で押しつぶされそうになると辛いので、私はそこは大切にしたいなって、今50本まだ上げただけなんですけど、今思っていることです。はい、最後3つ目は、目標はまずは100本の動画を上げて、100人の登録者様をこう見てもらえるような YouTuber っていうのかな、発信者になりたいっていうのが今のすごく強い目標です。そのためにどんな自分であれば、そのファン応援してくださる方が増えるのかなとか、どんな内容にすればいいのかなとか、そこをその100っていう目標に対して自分を合わせていくっていう、あの行動をこれから、まあ今もしているんですけど、これからもしていくっていうのが大切だなって思っていて、まあ目標はそこです。なので、あの今日も、Q10 のメガ割セールで、アイシャドウのパレットを3つと、クリームアイシャドウを1つと、あと新しい、まあ、リップっていうのかな、口紅っていうのかな、バームを1つと、あと、スキンケア用品を1つで、リポソフェリックビタミン C も買ったし、あとカラコンも、あの違うお色、今これあのピンクベージュなんですけど、これとはまた違う印象の、よりナチュラルな雰囲気に変えていきたいなって思っていて、まあそんなあのカラコンを3種類買ってみるんですけど、まあ、そこの部分とかも、まあ、載せさせていただいて、何がね、皆さんが気になることかわからないですけど、アイシャドウパレットは3色とも、あの、全部新商品で買ったから、それをいいなと思っていただけたら、で、私もこの肌荒れがもっと完全に治ったら、もうすっぴんから、あの、乗せていくみたいな。で、その新しく買ったアイシャドウパレットでメイクしてみたよとか、そんな動画が上げれて、それが
いいなって思ってもらえたら、例えば同世代の方、今日も年齢をお伝えさせていただいて、まあ子供が いますっていうことで、まあ一人以上はいるっていうことになるので、まあそのことで、まあ同じ境遇の方にいいなって思っていただけたりとか、その方が、あ、こういうふうになるんだとか、こう年齢に対してこう向き合って、何ですか、加工してばっかりなんですけど、ここをどうやって上げていくのかをすごく考えてるんですけど、上げていくかというか、まあ、維持とかね、うん。まあ、そこの部分をこれから一緒に探っていけたらなって思っていて、意味がね、なんかフリートークだからちょっと、何だろうっていう動画になっちゃってるかもしれないんですけど、まあそこを、なんか何に需要があるのかとかを一緒に探っていくのを数字で見ていくっていうので、まあ、私はその目標に対して自分をセルフブランディングしていく努力をしていこうっていうのを、まあ、改めて2021年は強く思っていて、インスタグラムではよく発信しているんですけど、まあ、YouTube の方でも、本当に今年は、まあ、早めのうちに100の動画、あとは100人の登録者様を目指して、どこで達成できるかわからないですし、一回達成しても多分すごく変動すると思うんですよね。インスタグラムも今とフォローしてくださっている方がすごい一日で増える日もあれば減る日もあって、まあ、そこもエゴサーチじゃないですけど、あんまり数字見ないようにしていて、結構数字にストイックなタイプで、営業をやっていた経験も長いっていうところもあるんですけど、そうするとこう自分の努力だけではどうしようもできない数字に対してすごくストレスを感じてしまうタイプなので、ちょっとこの今回の活動って見えない、今までやったことない領域にちょっと近くて、今までの営業活動での数字を構築する時っていうのは、対、まあ、クライアント、対お客様がいて、その活動に対して自分が変わってそれをアクションしていくっていうのがすごくスピード感がある行動なんですけど、この YouTube のこの活動は撮影をして編集をして、編集したものを上げる、まあ、上げる作業っていうのもあるので、まあ、この3段階に分かれて、で、これをまた SNS で拡散、上げたものをインスタグラムやツイッターなどで、あと TikTok でも拡散するのかとか、ちょっと広がりがすごくあって、どこに数字が結びついているのかが分かりづらいっていう、ことが感じていて、で、まあ、なんですかね、どんどん操縦していくっていう、その、YouTuber の方のどうやったらチャンネル登録者数を増やせるのかっていう動画とかでも、かこうね、積み上げ式だよみたいな、動画は消されないからっていうものもあったりすると、それもまたわからないなと思って、まあ確かに動画が上がればその過去のものを見てどんどん上がっていくってことで、やはり数がないとそれは作ることができないとか、数字ですね、チャンネル登録者さんとか再生回数も伸ばせないとか、はい、まあその数字の先が大事だと思うんですけど、ちょっと今まだその私が100を達成できた後何をどうしていきたいのかっていうのをあんまりメディアで言える状況ではないので、まあそれが達成できたらどうなっていきたいのか、なんで自分の目標もあるんですけど、自分だけの目標でもないものもあるので、まあ、数字的には100っていうところが目標なんですけど、ここはまあ目標を ね言う方もいますけど、私はちょっと言わないで、その自分の目標と、あとは言えない方の目標も、まあ、100っていう100本の動画または100人登録者様っていうところを目指しつつ、まあ、ここの2つの目標を追っかけていきたいなって思っています。長くなってしまったのでね、この動画がどうなってるのかなとは思うんですけど、まあこんな人だよっていうのがちょっとでも伝わったら嬉しいなと思っているので、はい、まあ、まだまだ謎が多いと思うんですけど、よかったら今後少しずつどこまで出せるかわからないんですけど、
自分のこう、バックボーンもお伝えできればなって思うので、はい、また興味持っていただけた方はぜひ高評価をお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。ご視聴ありがとうございます。またねー。